皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は幻想郷トップに立つ神や妖怪、閻魔の上下関係について解説しますよ。そんなトップたちにも上下関係があるって知らなかったぜ。一体誰が一番上を牛耳っているのか気になるな。今回は、四季英気山ザナブ、ヤクモユカリ、マダラオキナ、ヘカーティアラピスラズリと化け物揃いですので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。それではまず紹介するのは、第9弾東方怪異塚のラスボスにして、楽園の最高裁判長である四季英気山ザナブですね。ちなみに、四季英気が彼女自身の名前で、山ザナブは役職名なので注意してください。もし間違えたら9時間の説教を食らうからな。いやいやさすがに長すぎでしょ。12時間です。マジ？山ザナブの山は閻魔、夜魔天の言語。ザナブはモンゴル帝国の夏都だった上とのことです。四季様はロリ顔だからか、低身長で書かれることがありますが、身長は霊夢や魔理沙よりやや高く、原作設定において四季様の身長はかなり高いと考えられます。まあ、いわゆる高身長のロリですね。高身長のロリなんてあるんだ。是非局長に勤め使者を裁く閻魔様であり、何者にも影響されず迷うことがない別次元の存在なのです。見た目に似合わず、相当格の高いお方なんだな。ですが、彼女は元地蔵から閻魔になったのです。書籍愚問式によるとほとんどの閻魔は地蔵出身らしく、漫画三月星三部録は似て部下である小野塚小町の発言から英気も元は地蔵だったことが確定しました。ちなみに、サボり癖の強い小町は四季様が雇ったようだぜ。もともと地蔵ではありましたが、英気様はこの時に中途採用され、幻想郷に派遣されて閻魔となった経緯がありますよ。閻魔様の役職に中途採用なんてあるのかよ。四季様は、仕事に対して非常に真面目で、不真面目な部下である小町が怠けているといつも怒っています。上下関係もあってか、小町からは四季様、または英気様と継承をつけて呼ばれています。閻魔の仕事は二交代制なので自由に使える時間もあるのですが、その時間を幻想郷に出てきて説教して回るということに費やしているようです。二次創作のアニメでは説教をすることでその人の罪を減らしているという設定があるけど、もしそうだとしたらさすがだよな。そう、あなたは少し何々すぎると言われたらそれは説教の始まりなので、お覚悟を。おとなしく聞くことが今のあなたが詰める善行よ。初出の怪異塚では他の時期の最終面ボスとして登場。必ず次期キャラに説教をしてくれます。自身の中に絶対的な善悪の基準を持っていて、迷うことがまずないです。裁判は完全な一審制であり、下った判決に対して死者は上訴やら抗告やらをする権利も当然なく、判決を覆す方策は存在しません。それどころか死者は裁判において弁明することすらできず、その必要すらないようです。いやいや、それはかなり偏見すぎでしょ。いえいえ、これにはちゃんとした理由があります。ここまで強権的な裁判を行える根拠として、怪異塚の霊戦のセリフによると、彼女はそもそも他の生き物と干渉することがない特殊な波長を持っていて、何者にも染まらず、惑わされない別次元の存在であるから他人を裁ける、のだと言われています。また、地獄の道具である上張りの鏡を持っているのも一つの理由です。この鏡の前ではプライバシーも何もなく、過去の行いが全て明かすことができるのですよ。幻想郷の世界では上張りの鏡は閻魔ごとに形状が違うとされていて、英気のものは手鏡なんですよ。まさに地獄のような道具だな。そう、四季様にあんなことやこんなことを見抜かれています。ひえー。でも、四季様って閻魔様とはいえ幼女だし力技で解決できそうじゃないか？あんたなかなかサイコパスね。実は実力はかなりのものだと思われます。東方怪異塚の会話において、あの最強クラスの妖怪遊歌から幻想郷で誰が一番強いか白黒はっきりつけてやるという言葉を受け取っていたり、うどん家が持つチート能力の波長を操る力が通じないなど、かなりのハイスペックであることが伺えます。助けて。さて、次に紹介するのは東方妖妖夢のファンタズムで登場したヤクモユカリですね。ヤクモユカリは、幻想郷サイコさんの妖怪で幻想郷の境界を操る能力を持つ実力者。賢者の異名も持っていますよ。前回の授業で紹介した通り、四季として最強クラスの妖獣ヤクモランを従えているぜ。ヤクモユカリの性格は基本的につかみどころのない言動が多く、何を考えているのか読めないので、他人からの信用は薄いようですね。とはいえ、東方望月章では切れ者のユユコがゆかりの作戦通り動いていたので、信頼性あるものと思われます。ゆかり自身もものすごく賢くて、数学に強い上に知識や経験も豊富だからな。
また、そんな影や霧のようなゆかりは、幻想郷と真摯に接し、彼女ほど幻想郷を愛する存在は他にいないでしょう。ヤクモゆかりは姿は人間と特に変わりはないけど、とても力強い妖怪なんだぜ。ヤクモゆかりは境界を操る能力を持っていて、これは全ての物事を根底から覆す恐ろしい能力です。また、境界の中で移動が可能で、物を取り出したり空間の裂け目から実際に瞬時に移動をすることができ、絵の中や夢の中、物語の中にも移動することも可能。いや、チートすぎてついていけん。東方界隈において隙間妖怪という通称で呼ばれることもありますが、基本的に種族名はありません。一番妖怪らしい妖怪なのですが、人間を襲うことはないようです。それはなぜかというと、幻想郷の人間が減ると妖怪としての存在が薄くなり消滅してしまうから。ほう、でも妖怪としてお食事の人間はどうしてるのさ？東方部門式によると幻想郷の外で襲っているのではないかと推察されています。私たちの世界で神隠しと言われているものは、ゆかりのお食事によるものなので、皆さんも注意してくださいね。そんなあっさり言ってるけど怖すぎるだろ。とはいえ、ゆかりはなんと1日12時間以上も眠り、さらに冬眠までしています。とりあえず、この冬の期間は襲われずに済みそうだな。それはさておき、実はゆかりは、四季影や山座などが苦手であるという描写があります。この真相は不明ですが、この苦手という理由を、影の白黒はっきりつける程度の能力がゆかりの、境界を操る程度の能力と相性が悪いから、と解釈する二次創作もありますね。おお、これ思いついた人天才だな。とはいえ、苦手だけなら上下関係的にはわからないぜ。ですがゆかりが東方思考場にて、あのゆかりがあの方には逆らえないと発言をしているので、ゆかりよりは上だと思われますね。なるほど、さすがの大妖怪も地獄の閻魔様には逆らえないのか。この後のキャラクターとの上下関係が楽しみだぜ。あれ？霊夢さん？さて、次に紹介するのは究極の絶対姫神マダラオキナについて解説しますね。東方では初の、6面とエクストラの共通ボスです。なんと彼女もまた幻想郷を作った賢者の一人で、後ろ戸の国に住む姫神。ということは、同じ幻想郷の賢者であるヤクモゆかりとは知り合いなんじゃないか？エクストラの会話で沖縄からキャツと呼ばれているあたり、賢者同士面識があるようです。また、東方天空省のエクストラにて、普通の手では勝てない沖縄への対策を霊夢に与えたのはおそらくゆかりだと思われます。なるほど、やはり賢者同士役もゆかりともつながりがあることがわかるな。同作の沖縄の背後からは四季をイメージしたのか桃色、黄緑色、橙色、水色のオーラが立ち上っていますね。そういえば沖縄といえば、車椅子に座っているイメージだけど、歩けないのか？それについては、三月星で登場していますが、特に歩けないというわけではないらしいですね。また、すごいお方ではありますが、女性的でフランクな話し方をします。自称、後ろ戸の神、障害の神、能楽の神、祝神、星神、幻想郷の賢者、福沢とのこと、霊夢にやろうと思えば幻想郷を作り直すことだってできると宣言するあたり、実力も高い人物であることは確かなようですね。いや、沖縄様危険すぎでしょ。また、純子の持つ純粋な狂気への憧れを吐露し、沖縄のアナーキーバレットヘル、純子と純不ピュアリーバレットヘルの対比も含め、今後の展開が期待されますね。純粋な狂気に憧れているとはどういうことなのか気になるな。一番古い幻想郷演技でも役もゆかりは乗っているから、おそらく1000歳以上生きている妖怪ですので、沖縄もそれに近い年だと思われますね。東方三月星第4部では、幻想郷の妖精たちを石桜へと変えるという異変を起こしていますが、これは幻想郷に移住したクラウンピースと、その裏で何やら画策するヘカーティアに不信を感じ、地獄の住人たちが無視できない状況を作り、炙り出そうとしたためです。その後、クラウンピースを通じて、ヘカーティアに幻想郷に手を出すなと警告しているあたりを見ると、ヘカーティアと同じぐらいの立ち位置だということがわかりますね。ヘカーティアがどれくらいの立ち位置なのか注目だな。それで、同じ賢者のゆかりとの上下関係はどうなんだ？東方天空省の異変の表向きの動機は二同時である、定例玉南事故他里野の公認を探すというためでしたが、本当は神様らしく自分が目立つことが目的でした。しかし裏の目的として、東方神秘録と東方感受伝の二つの大異変を受けて、幻想郷が正常に機能していることを確認するために今回の異変を起こしたことが示唆されています。ということは、幻想郷に対する愛着が伺えるな。特に悪い奴ではないことがわかるぜ。また、先ほども言ったように幻想郷の賢者として、ヤクモゆかりとは知り合いの様子ですが、異変を起こした原因がゆかりに対して喝を入れるためとも思えますね。つまりゆかりより上の立場なのかもしれないのか。沖縄様本当にかましてやってください。さっき食べられそうになったもんな。
この七尾のような長い美脚で振りほどきましたよ。いやそれは盛りすぎでしょ。さて、ラストに紹介するのは東方感受伝のエクストラボスであるヘカーティア、ラピスラズリです。白い文字でウェルカムヘルとか枯れた黒い T シャツを着ていますね。地獄がやってくる、的な意味合いが込められているらしいな。ヘカーティアのあの T シャツ欲しいぜ。この前島村で売ってましたよ。ヘカーティア島村で買ったの？この特徴的な格好のせいで、サナエに至っては変な T シャツやろうとまで言われていて、冷戦には変な格好、スターサファイアからは変な人と言われています。いやサファイアに関しては人柄をディスってるじゃん。とはいえ、喋り方も特徴的で、霊夢との対戦前にジュンコとヘカーティアのやりとりで、ヘカーティアが、二人でやるの？と言った時に、ジュンコがもったいないから正々堂々、一人ずつ勝負しようと言うと、もったいないって同感、同感、気が合うわね、私たち。とかなりフレンドリーな喋り方をしているんですよ。謎すぎるな、ここまで聞くと一番下のような気がするけど、結果はどうなの？この見た目、喋り方とは裏腹に、実力は化け物を超えてウルトラ化け物級。例えると悠々白書のトグロ弟並みの絶望感ですね。いやあの人 B 級判定されてましたけどね。まず、あの矢心エイリンにも存在を察知されなかった月、地球、異界それぞれの地獄を司る神様。なんと3つの世界に体を1つずつ同時に持っていて、自由に行き来ができることも。ハイスペックすぎてついていけん。異界とは月と地球以外の全ての世界のことで、幻想郷や夢の世界、戦界なども異界に該当するようです。コアとなる魂は地獄にあるため、敵に回すとなかなかまともに手が出せない厄介な存在。ジュンコ同様ジョーガに恨みを持っていて、今回の事件に手を貸したようです。こんな最強レベルたちに狙われるジョーガもかわいそうだな。あまりにも情報がないですが、ジョーガは不老不死ですので、もしかしたら実力は同じかそれ以上の可能性もあります。元ネタは中国の神話に登場する仙女ジョーガと言われていますしね。また、ヘカーティアは地獄の妖精にして、あのみんなのトラウマ、クラウンピースを部下に持ちご主人様と呼ばれています。本来は、人間など相手にしないとのことですが、友人である純子から話を聞いて主人公たちがただものではないらしいということを認識。そして主人公たちが自分に対して失礼な態度や、汚い言葉を使ったり友人に立てつくなど、相手をする理由づけも見つかったため、先ほどのようなきついセリフを吐いてから弾幕ごっこに興じてきます。確かに変な T シャツだけどバカにされたらそれは弾幕で勝負だぜ。いやヘカーティアをフォローしきれてない。とはいえ戦いの中で主人公たちが、一定以上の強さを持っていることを実感すると素直に称賛の言葉を送るといったことから、人間であっても自身が認めたものは相手にしてくれるようですね。好戦的なところもありますが気さくで話しやすい性格。そして、四季様曰く地獄の統率感の中でも悪意が薄く優しい人とのこと。ほう、四季様も知り合いということは、やはり四季様も実力があることがわかるな。また他にも地獄の統率感がいることもわかりますね。異変解決後は、幻想郷で面白いものを探してうろうろしていて、暗鬼と仲良く、人間の里の甘みどころにいるのが目撃されています。ちなみに、地獄では地獄の女神ですが、地上にいれば地上の女神になるようです。八坂かな子曰く、神は妖怪と違って、自分で自分の性質を変えることができて、性質を変えるために作られるストーリーを神話と呼ぶそうだぜ。かつて地獄を統率していましたが、現在はアウトローで自由奔放に生活しているようです。地獄では自立するほど強いらしく、それができる自分を超強いと評していますね。その力はずん参考人で、幻想郷や月の都というレベルを完全に超えています。よし、力の大会第7宇宙のメンバーはヘカーティア3人入れよう。地獄ではなんとあの式様がヘカーティア様と呼ぶほど偉いのです。おお、ということはトップクラスの地位ということがわかったぜ。それもそのはず、ヘカーティアの元ネタは死の女神、死者たちの王女、無敵の女王、魔術の女神などと呼ばれている。ギリシア神話の女神であるヘカテイで、月と魔術、幽霊、豊穣、浄化と食材、出産を司る存在なのです。へえ、ギリシア神話の女神だったなんて知らなかったぜ。めちゃくちゃ面白いな。ヘカテイは、クラウンピースの元ネタとなるランパースたちを従えていますよ。名前の意味は遠くまで力の及ぶ女で、象徴する花は鳥かぶとと言われています。間違いなく、公式的に重要人物であり、トップクラスの実力と地位を持っていますね。さて、上下関係のまとめと入りましょう。まず、ヤクモゆかりと四季様の立ち位置で言うと、四季様がおそらく上、そして、沖縄とヘカーティアは同じぐらいの立ち位置。そして、ヘカーティアが四季様より上なので、こうなりますね。まさかの上下関係だったな。あの幻想郷の最古の大妖怪であるヤクモゆかりにまだ上がいたとは。次回の作品でまた上下関係が変わってくるかもしれないのでこれからも注目ですね。
今回の授業で視聴者さんが思う考察や、発見したことがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。